んな囲い抜けられるわけないよ。何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか。ジン、待ってたよ。なぜあの者らは町の外に。モコが槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃ猛虎の陣立てを見られる場所へ行こう。街へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか。まあそんなとこ。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て過去と向き合うのだ。俺らの町。敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが、陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。走れない。川までついていくんだ。昔ここでトンボとか戦わせた。片方が槍川の三枚、もう片方は地頭の配下。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。滝の裏だよ。これは使えるね。兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話すよ。そうしてもらおう。
何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって、誰から剥ぎ取りやがった。野盗じゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしい。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンマルメンズ、槍川の民よ。我が名は手もげ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよう。さもなくば己らに無ごたらし死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったら行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたぞ。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。とんだのなしだね。まだと。なんだよ。これでもわからないなら、大バカだ。鷹は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは、親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えたか。代替わりして、親方はもう。どうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。次はあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。覚えてたエリ。ずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。
番かい。足の指が6本もあったじいさん、この辺りに住んでたよね。話そらすんじゃない。ユナ、タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡、3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりする。コオロギに感謝しな。あの家に続いては侍が住んでたね。タカ！死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。座がある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。
足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。ふん。お侍が生きてる。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を押そうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまで追ったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使えるなかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか？いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。情け無用！もう逃がすな！
堺殿。よくやった大黒、仲間を連れて槍川に戻れ直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな、まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。言うな。心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろ。とわにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。